まあまあ。さあ、どうしようかな。出撃かな。あ、フェリックスの増えた。仲間にしといてよかったね。上級職はまだ。クロード、ああ、そっか、ロード終わったのか。いよいよか。69%。ああ、どっかおる？いや、岩子まだ、まだ仲間になった実感が。フェリックス、あっさりなったな。毎回、結構初期から興味あるとか言ってたしね。したら、クロードぐらいしかできんな。ちょっとセーブしていきます。よし、頼むぞ。69% ならね、割と高い方だし。頼む。球長、頑張れ。行ってくれ。おし！さすがクロード。なんかがある？守備。守備2。結構でかいな。そしたら、うん、もうこれもう終わりやもんね。これ行くしかないわ。上の2個行っちゃう？この赤いびっくりマーク強すぎるんだけど。じゃあフェリックスの行こう。ガイデン、真の騎士道。王国の治安は年々悪化し、フェリックスの故郷フラルダリウス領でもその影響が出ていた。大修道院に届いた助力の願いに彼は。ここにいたか。 お前を探していた。いや、生徒になった途端もうね。なんかどっぷりやな、フェリックス。よっぽど来たかったやろうな。頼みたいことがある。なんだ。あ、いつも手合わせ してそうやね。手合わせ？違う、もっと面倒な話だ。まあ、ガイデンの概要を見る感じね、相当穏やかじゃないよ。親父殿が人をよこしてな。親父殿。俺にフラルダリウス領へ戻ってこいと。なんかそんなんばっかじゃねえ。どんだけ貴族忙しいの。親父殿。ロドリグ・アシル・フラルダリウス。長いな。ファーガス貴族の筆頭格。俺の父親だ。ファーガスで。あ、ファーガス。あれ、あいつ、フェル、名前出てこ。あいつはアドラークラステか。ファーガスで一番、偉いのってそうなの？フェリックスんちなんだ。本題に戻るが、4年前に起きたダスカーの一件は、お前も知っているな。ディミトリの父ちゃん殺されたやつやよね。知っている。あの事件で国王を失って以来、ファーガス国内の治安は悪化の一途をたどり、まだそんなね、そんな状況で息子を送り出してる状況じゃなくね。フラルダリウス領内にも山賊が増えて、村や町に被害が出ている。ひどいね。それで俺にも山賊退治を手伝いなどと言ってきたわけだ。学生やから。親父殿、それに付き合えと。そういうことだ。察しがいいな。フェリックスも行く気満々やしな。家の不始末にお前を付き合わせるなど本来は筋違いだが。そうやつ、うちの生徒に なったばっかりなのに。お前が戦うのを間近で見る機会は何それ。何度あっても足りんからな。あ、そういう理由。お前としても狭い訓練場で剣を振っているよりはいいだろ。何やろ、なんて言ったやろ。助けてくれって感じじゃなくて、純粋に先生戦う姿見てってだけで、
お願いしてきとるよね。それとも傭兵上がりのお前には山賊退治など煽ってくるね。あ、ここでか。付き合おう。てかもういいこと、対象レベル低かったし秒殺でしょ。なんだ暇そうな奴に声をかけておけお前が誘いやこれさ先生とかもついてくるからね。総出ででは俺は先に行っている。あ、そうか、フェイクスも使わないことになるのか。お、市街地戦なんだ。うん、あー、ここ来たことあるんじゃない。あー、あるね。でも若干配置違うか。おいおいおい助けろ系ですか。囲まれすぎじゃね。これ何？お、父ちゃん？え、父ちゃんピンチって話？おー、なんかうさんくさい顔するな。ホーリーナイトやって。そうですか。対象レベル低いし、さっさと蹴散らしましょうか。よし、じゃあちょっと準備していきます。またのご、よし、こんな感じかな。ではお願いします。敵将の撃破。フェリックス、ロドリグ、パパも死んだらダメってか。山賊不正に苦戦しているとはな。親父殿親父殿も猛録したか。猛録ってこんな感じ書くんだ。よく聞くけど、何これ、見たことねえぞ。逃げ遅れた村人がいるようだ。できる限り救ってやれ命令がすぎるわ。おお、フェリックスのやつ、めちゃめちゃピンチやけど。連れてきたか。いやいやいや、すげえよ敵の数連れてきたかじゃねえよ。山賊に襲われている村人を救出し、戦場から離脱させましょう。結構おるぞ。だいぶ急ぎ足でいかんとまずいぞ、これ。特に一番奥のやつなんて。これ宝箱に見えるけど違うのか。もうバッサバッサ行きましょう。レベル差もすごいしね。余裕やろ、全部。いや。舐めたらまずい。私ですか。サクサク行こう。やだ、汗かいちゃった。いや、マジでお任せにしてもいいレベルなんじゃないこれ。兵士も生かさんなんのかな。村人か。いや、ゼロですよ。ヒルダも硬くなったもんやね。やばい。上がやっぱ一番やばいよな。そこそこ硬いけど。頑張れ頑張れ。遠兵が来たぞ。もう大丈夫だ。遠兵。村の者は早く逃げろ。いや、そういう状況じゃないやろ。そこ？父ちゃん。かっこいいな。ホーリーナイトかっこいい。結構軽装備なんだ。フェリックスみたいに剣士タイプじゃないの。この気を逃すな。結構おるな、こっちも。そうでもないな。おお、行く行く。ちゃんと強いしね。この手で行こう。おお。おい。ミスんだ。やっぱ遠いな。もうベレとガンガン生かすしかない。ワープ使う今こそ。すごいすごいすごい。こう。で、経験値もやっぱ美味しいしね。いいね。
魔力と速さ上がればいいわ。ビスティアは追いついたぞ。もう援軍来ましたよ。いい勝負ができた。やっぱ一番奥さんなんとかなれば。結構もう片付いてません？案外。サピタか。ヒルダちゃんハンマー持たせました。あ、でも命中低いな。あ、床乗ってるからか。兜割り あんま変わらんな。じゃあハンマーでワンチャン狙った方が。意外攻撃残念でした。あ、ちゃんとハンマーだわ。お、いいね。さあ、たわいないな。これで砦からの増援。あ、増援とかもあんだろうよ。砦からの増援。鉄。この落とし物を撃ってお金に換えてもいいレベルやな。さあ、ガンガン行くよ。あー、硬いね、ちゃんと。倒しきれんのなら普通に受けた方がいいんじゃない。ラファエル来たよ。息子が。いや、強すぎるわシルバー。さて次に行くか。流れたか。ベレットに人待って、近距離反撃ねえからか。ドロテアが悲鳴上げとるな。そこなんとかしといて。で、結構、おぉ、会心。かっこいい。よし、砦を制圧できたか。そこから山賊が現れることはもうなかろう。あ、この奥の門から出てくるってことか。結構村人移動するな。計略大好き。で、あと一番奥さんなんとかなれば勝てるな。よくもやってくれたな。はい。賞賛はあった。さあ、まだ誰もいけんな。ちょっと待って、村人さんだいぶ行ってない？これさ、また、あれ、新速で飛ばした方がよくない？ちょっとラファエルに行ってもらいましょうか。新速。これできるでしょ。いいよ。これで安心だな、とりあえず。一瞬で終わるな、これ。お、あ、間に合うのか。まあまあ。フェリックス。うわ、結構おるな、この辺。シルバン突っ込んでもらおう。え、これ魔導士。あ、やべ。これはやばい、まずい。さあ。次のターンでもあらかた終わるぞ、これ。お、四季もある。で、あ、フェリックス来た。いや、フェリックスも普通に強いからね。で、シルバー。余裕やもんね。こんなもんだろ。いや、鉄の槍のダメージじゃないもん。ビルトもおかしいもん。お、扉の鍵。扉の鍵どっか開けるとこある。必殺読んで用出したね。で、おっぱっぱ。ちょっと待って、村人さん一人変なとこ行ったぞ。おい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 。勝手に死にに行くパターンやめてよ。
じゃあもうポスター押すか。これが敵将とかもしかして経験値あんまり欲しくないしね。さっさと倒してもいいのかもしれん。はい、僕の邪魔するから。こういう細かい経験値結構でかいしな。あ、届かん。 26% あー倒してもいいかもね。ちょっとあの一番ゴールに俺やつちょっと倒してみようか。はい、余裕。はいはい、この経験は勝て。終わる？どうだろう。倒れるだけか。楽勝すぎる。もうお任せでいいんじゃない？あ、結構いくね。ああ、大変大変。うん、もうマジでお任せで終わりそう。これこれ倒したら終わりじゃん。死ぬよあんた。もうこいつしか残ってないしね。結構敵を追ったと思ったけど楽勝すぎた。さあせっかくやしフェリックスで、あ、右上追ったわ。完璧に忘れとった。倒せんな。命中もそんな高くないし。アサシンかこれ。やべ、壊れた。これで締めれるか。はい、よし、あれ？これで全てか。無事に族を追い払えたか。あ、敵将ってあの守っとるやつのことやったんか。お助けいただきありがとうございました。どうぞお礼をお受け取りください。うん、全員生きとるよね。ね、アイギスを立て立て。エイノエさん、フラリダリウスの紋章、紋章一時まれにダメージを半減。まあ、実質ね、フェリックス専用の盾ですよね。盾なんだ。ディフェンシブ系なんだね、フェリックスって。お金ありがてえ。シルバーやろ。すげえ頑張っとったぞ。ね。お疲れ。お、いいね。これ強いんすよね、このガイデンでもらうやつ。火星に感謝しますよ。いや、ヒゲがうさんくせえな。まあ、リトルじゃあリトルか。まあフェリックスの父ちゃんってわかるわ。山賊どもとの戦いはまだ続くでしょうが、まずはこの村を滅ぼされずに済んだ。いや、ホリダイトかっこよかったな。ここは亡き戦王陛下にもゆかりのある村。救えれば陛下に顔向けできんところでした。やっぱりそのディミトリンチにはすごい忠誠は誓ってるんだ。何よバカなこと。あ、フェリックス、あんまり仲良くない。俺たちはあんたの自己満足のために戦ったわけではない。あ、こんな感じなんだ。死んだ国王に顔向けできるかなど俺にとってはどうでもいい。そんなことないんじゃない。だって筆頭なんでしょ、ディミトリ、あ、ファーガスの。聞き捨てならんぞ。ここへ来たのは己の剣を磨くため。ここで戦ったのは村の連中を救うためだ。あと先生の戦いを見るためでしょう。ああ、それとも、もし俺がここで死んだら、あんたは兄上の時のようにこう言うのか。兄ちゃん死んだの？それでこそ騎士の最後。兄ちゃん死んでんの？切ねえ、マジか。シルバンチと一緒じゃないですか、もう。これ以上あんたと話すことはない。うわぁ。俺は先に戻っている。こんな仲悪かったんだ。
恥ずかしいところをお見せした。うん、4年前からずっとあんな調子でしてね。いや、ぐれるよ、さすがに、そんなんじゃ。その、少しばかり話に付き合ってはもらえませんか。話してみ？もちろん。ダスカーの悲劇で、私はせがれを一人失いました。ああ。そうなの？あれの兄、グレンです。そんな、なんか、そりゃそうか、王様一人死んだって、いろんな人間も関わる。か、そりゃ。王子を最後まで守り通して死んだグレン。私は今でも誇らしいと思っている。ディミトリ守ったんだ。もし殿下を見捨てて逃げ帰ってきたならば、私はグレンを許さないかもしれない。そりゃ優秀の美だよ。死んでもね、だいぶ称えられたんじゃない。ですが、その時に生き残って苦しむのは誰でもない。グレン自身だったはずです。殿下を守ったか。王家に仕える騎士である以上、命を賭しても忠義を尽くすのは当然の使命。そうやね。その使命を放棄して生き残ったところで安穏と暮らせるはずもない。そこがフェリクスのやつには理解できんのでしょうな。フェリクスなんか国王の剣士って感じやしね。そのうち旅に出るんじゃない。私もあれの言い分が間違っているとは思いません。ちょっとね、なんかその貴族やってくって感じじゃないよね、フェリックス。ただこればかりは信念の違いですからね。いつか分かってくれんのかな。あー、したかな。フェリックスはあのままでいい。にっこり。あー、父ちゃんも分かってんのかな。ね、そう思われますかって言っとるし。フェリクスはあなたのような方に出会えて実に幸運でした。ああ、やっぱ父ちゃん、父ちゃんなんか悪い顔しとるけど。ああ、まあできた人だわ。自分の理解者が近くにいてくれることほど心強いことはありませんからね。うん、確かにフェリクスはすごい懐いとる感じがする、ベレートに。変わり者のバカ息子ですが、これからもどうか。いい父ちゃんだわ。頼みましたよ。任された。さて、こっちもフェリックスのお題が。期限あるやつ終わらしとく。後から増えてもちょっと困るしね。これやりますか。ガイデン、世界を分かつ壁。フォドラの首飾りにて、パルミラ軍が襲来。急病の兄に代わってヒルダが救援に向かう。羽目になるが。そこにツイリルが同行を願い出る。あ、とうとうヒルダの兄ちゃん見れるのかな？どうなんだろう。9秒。19ぐらいならいけるでしょ。先生。お。私ちょっと家に戻らないとダメかも。みんな戻らされるな。なんで上の選択肢が出る。下一択でしょう。誰か緊急事態。緊急といえば緊急かもしれませんね。オドラの首飾りにバルミラの軍勢がちょっかい出してるみたいで。なんかちょいちょいそういうのあるって昔に言ってましたね。ヒルダが言ってたんだっけ。あ、首飾りは知ってます。別の地域、大陸で多分人つながりになってて、その、ね、山かなんかで区切られてるんでしょ。同盟領とパルミラを分ける山脈をフォドラの喉元って言うんですけど、うん、喉元の上に立つ要塞が首飾りって言われてるんです。そう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 。ヒルダがそこの救援に。ええ、まあ私なんかいなくても兄さんがいれば片付くはずなんですけど。そもそもヒルダそんなに頼りにされてんの。今回はどうしても手伝いに来てほしいって。兄さんも手伝いに来てほしいって。そんな引っ越しやるような感覚な。父さんはすっかり腰が重くなって自分で戦う気はないみたいだし。そんな簡単なもんなの。
かといって進化に任せて戦わせるのは対面上よろしくないとかなんとかで。だいぶ軽いな。相当楽勝なんやな。このドロテア、ん？ガラテア博でしたっけ？めんどくさいけど行くしかないみたいです。ヒルダ実際強いからな。ねえ。お。聞こえちゃったんだけど。ん？チリル君どうしたの？チリルはパルミラ人やよね。ヒルダ、パルミラ人と戦うんでしょ？そうだけど。だからって別にジリル君が気にすることないよ。ヒルダの髪の毛どうなっとる今。なんかすごいありえん方向に行ってない？ツインテール。そうじゃなくて、僕も連れてってくれないかな。誰か知り合いと会える可能性もあんのかな、パルミラ人なら。え、なんで同郷の人と戦うことになっちゃってもいいの？ それは別に、僕のこと覚えてる人なんて。ああ、知り合いが来るわけでもないのか。そんなことより、僕は首飾りでの戦いで捕まって。え、そうなん。フォドラに来たでしょ。え、じゃあツイリルは攻めてきた側ってこと？また僕と同じような境遇の子が出るんじゃないかって。子供まで連れてきてんの？心配？うん。レア様に拾われるまではゴネリル家の下働きで苦労してたから。さっきなんて言ったっけ？ガラテア。なんかごめんなさい。でも私はバルミラの子を捕まえてきたりはしないよ。大体子供連れてくんだよ。それならそれでいいんだ。見届けられれば安心できるから。うん、じゃあ一緒に行こう。あ、よかった。一応戦争でしょ。くれませんだいぶ軽いな。なんか兄さんがいるとはいえ、やっぱり乱暴なパルミラ人と戦うのは怖いし。いや、兄さんのグラフィック見てみてえな。パルミラ人だっていろいろだと思うけど、先生が来てくれるなら僕も安心かな。ツイリルも危ねえからな、まあ、結構強くなっては来たけど。付き合おう。なら心強いです。いや、じゃあすぐに出発。外出すぎやろ。生徒たち、いいんか、レア様。僕も支度してきますね。うわ、見たことないマップだわ。わあ、なんかでけえのおるぞ。いっぱいおる。でもこれちょっと前に出てきたやつかな。ソティスとのガイデンの時に。誰かおるな。コネリル。うーわ。てか広くない？このマップ。え？二手に分かれる系？え、めちゃめちゃピンチじゃないですか。兄ちゃんどっかにいんのかな？面白いマップです。弓放題。てか別動隊かなりきつくねえか、これ。たった4人しかおらんし。上の方にだいぶガチなやつ連れてかないとしんどいな。よし、じゃあ、準備していきます。よし、こんなもんすかね。では、お願いします。敵の全滅。で、敗北がヒルダ・ツイリルが追加で。は？友軍の全滅？あと、防衛地点の陥落って、どういうこと？ここ？だいぶ味方が押されちゃってる。兄さんなら楽勝だと思ってたのに。兄さんどこにいんの？ヒルダ様、よく来てくださいました。おう。このアーマーが兄さんかと思った。急病で来られず。あ、やっぱそういうことだよね。急病って書いてあったもんね。ガイデンの概要に。え、兄さんいないの？みんな大変だったね。ごめんなさい。いや、ごめんなさいで済む状況じゃなくね。めちゃめちゃ敵おるぞ。でももう大丈夫よ。
私が頼れる助っ人を連れてきたから。確かに強いですけども。いや、今回は骨折れるな。じゃあ先生、全力で味方を助けつつ、首飾りも師匠。あ、ここが首飾りね。一つよろしく。この街みたいなところが。あ。ファルミナ軍が迫っています。防衛線が陥落しないように注意しましょう。わあ、これもあるか。救出したゴネリル兵の数に応じて報酬を獲得できますと。ここに入られるなってことか。ここからなら味方を救援しやすいかも。いやあ、ここ一番しんどい可能性あるけど。裏道あったか。いやあ、だいぶしんどいぞこれ。どうさ、行けますよ。シルバンこっち行く？鉄で。聖なるは魔物やもんね。ペガサス隊であっち行くか。私ですか？お前んちの問題やぞ。すげえ嫌がっとるけど。はい、出ます。見づらいな。こういう感じで。いや、問題はしたよ。うん、あ、てか、ここに2人と、こいつ、なんでこんな孤立してんの？こいつが狙ってる感じかな。で、ここに1人。この4人だけでいいんかな？うん。そんな難しくないのかも。救出に関しては。あ、もう新速入れるか。入れて、どういうこと？何今の？バグ。よし、これで、いけるか。倒せるか。ここにね、どっちも 100%。 森の方から倒して、よし。僕はいつでもいいですよ。こっちもいけるか、ツイリル。うん、いいね、 100%。 割と強いのかな。よし、いい感じ。あ、この調子で他の味方も、もうあそこは確定で助かるんだ。はあ、どういこうかな。とりあえずラファルじゃまっすぐ。いいね、この移動。ガンガン行ってもらって、あと誰だ、ベレットね。こんな感じで。どう来る？あー、ここマジで敵多いな、左側。鳥さんも邪魔やし。もう避けるまでもないけどね。お？あ、間に合うのか。おめでとう。あー、反撃できんか。9って結構痛いな。あ、1しか食らわんのお前ら。じゃあ結構耐えれそうやね。あー、確かに今まで助けるって言ったらやっぱ村人とかばっかりやったし、こういう一般的なやつはちゃんと、うん、強いね。2の2回かこいつは。あー、敵がマジで多い。カトリーヌ倒せるね。ナイス。オッケー。いや、今回ドロテア、一番レベル高かったんで外しちゃったんすけど、ちょっとやばかったかな。やっぱ最高度でかいよな。お、行く。いや、ちゃんと強いね。助けるまでもなくね。倒してくれるわ、ちゃんと。で、おぉ、67% も当てる。はぁ、忙しいな。鳥さんもこの防衛ラインに来たらやばいんかな。あー、ちょっとカトリンさんに頑張ってもらうか。うん、ちゃんと強い。ふい、レベル上がる。力くる。
うわいい、最高最高。守備も結構高いね。いや、やっぱり英雄の遺産持ちは強いわ。いや、ここすごいな。計略なんかあったっけ。あ、これいいんじゃない、かなりいいんじゃないこれ。この辺に全部当たる。何も出してたっけ。家計、あ、地味なやつね。いったいったいった。すげえ威力高くなってない？いや、完璧でしょこれ。あ、でも戻れるんだ。どうしよう。シルバー結構硬いしね。危ないかな。後ろかっつまっとるし、大丈夫でしょ。いや、家計がすげえ効いた。この鳥さん届くか。あの鳥さん倒しとく。誰狙ってる？カトリーヌか。あ、届く。どっちも届くけど、迷うな。ピヨってくれんかな。なんとか。いけ。ほい。23。オッケー。でもピヨっても、この、敵の歌になったら回復するんやったっけ。ちょっとむずい状況。ここに置いとく。いや、忙しい。うわ、届くな。フレン。計略は？新速か。とりあえず、馬が入ってこんようにして。俺が限界かな。いや、こっちさっさと片付けて向こうに合流戦と、なかなか厄介なことになるぞ。あ、弓、ああ。弓じゃなかったか。で、弓ね。8も食らう。51% 避けれんかったか。で、ここ一番安定しそうやな。まだまだ耐えれるわ。できた。あー、フレンね。あー、いてー。しゃあねえな。ただめちゃめちゃ強いフレン。鳥さん狙ってくるかな。あ、槍結構痛いわ。どうなる。このザコはもうシルバーで全部いけそうやな。めっちゃ強いシルバー。覚醒しとる。イングリッド。ナイス。これでかいよ。で、カトリーヌ？フレンの方が弱い感じするけど、そうでもないんだ。で、あ、経歴入っとったもんね。おい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 。大丈夫？なんか敵もダメージ受けてない？敵のなんか範囲攻撃は敵も食らうんだ。よし、いい感じいい感じ。こっちも片付きそうやな。はぁ、忙しい。まだ予断を許さんな。ほら。一人も送ってあげたいけど。しかと、うわ、ついえわ、ヒルダもちゃんと。え、なにこれ。どっちの方が、どっちも B か、槍も斧も。いや、このままドラゴンマスターにしてもいいかもね。ちょっと斧使わせるか。いや、斧でも全然強いしね。よし、これでもう合流できそうだね。レオに。うん、いい感じ。オッケー。いいよ。21、力欲しい。オッケーオッケーオッケー。完璧完璧。いや、やっぱレオに強いわ。いや、マジシルバーでなんとかなる、ここ。あ、もう計略使えんのか。
あの後ろの弓厄介やな、結構痛かったし、なんとか2人でなんとかできんかな。フレンで1回目を倒して、次もう雷帝かなんかで倒せんかな。最悪雷帝使わなくてもいいの。余裕やったね。雷帝やなんか使ったらオーバーキルすぎたか。よし、目覚まりなのが死んだ。こっちもなんとかしたい。魔物好き多いね。魔物好き行こう。倒す 65%。 あー、やったわ、やらかしやがった。弓使うか、おとなしく。これで1回目か、しゃあないな。で、なかなか下がやっぱりやばいね、人がおらんし。最悪の右上にワープで送ってもいいかもね。あー、こいつうざい。ナイス、頼もしい。やめてくれそれ。 30% か。あー、うざいじゃん。お、開始、敵の分際で。いやー、敵も会心出してくる時代か。え、シルバー遠距離か。くっそ、うざいよ。で、お、あと1体しのいだか、まだ。あー、わー、すごいな、あんな身軽なアーマーがおるんか。いや、言うてマジで綺麗になったな。ここで神速使うか。カトリーヌと、いや、届かんかな。結構痛いぞ、シルバー。先生と変わるか。うん、鳥さん別に防衛ライン向かってないしね。適当に泳がしといても。痛えな、13か。あ、ベレットやっぱ守備力ないな。45か。新速で届かんかな。はい、届くけどどうしよう、どうしよう。シルバンで一回魔物好きでもしときますか。いや、でも命中低いな。一回 AT フィールド外すかだな。うん、鉄でいいでしょう。もう一回倒せとるもんね、確か。倒せとるよね、ちょっと覚えてないけど。アルツハイマー開始。オッケー、とうとう3桁ダメージ。さあ、済んだぞ。あと右上ぐらいか。いや、案外楽勝やったな。うん、もう助かったしね。え、ペガサスタイムは暇なんですけど。いや、このスナイパー組も安定感やばいな。クロードとツイルで同じレベルやしね。じゃあワープで送ったろうかな。あ、しまった、失敗した。ありがとう。いけるか。ワープ。あ、すげえいける。全部物理やろ。うん。魔法おらんし、
ここ大丈夫でしょう。振る振る、うわ結構痛い。やっちまったかこれ。7の2回も食らっとったし。馬さん、馬は0か。だいぶ無茶したな。これじゃあ、どうしよう。カトリーネ倒して、モヤモヤ、もうあっちも片付きそうやしな。さっさと倒すか。はい。これでいいだろう。で、あっちでもモヤモヤあるな。黄色色はカトリーヌで取る。いいね。OK。もう、向こうに行っても遅いし、この辺はまったりしますか。急に忙しくなったな、ラファエル。いや、こいつ強えぞ。どうしよう。どうしようどうしようどうしよう。新速まだ使える、いけるな。やってしまったぞ。計略、いや、このあ、瞑想とかあるわ、これ回復するやつ。無限に耐えてもらうか。まだ耐えれるしね。OK。マリアンヌなかなかガンガン上がるなっとるね。副官ってどんぐらいの経験値もらえてんだろう。あ、狙ってくる。威力26。死ぬことはない。こっちに来るな。それで行こう。あのドラゴンがリシティアの方に効いて、そうそうそう。で、41% 避ける。返り討ちにできない。リシティアの一撃を受けるとは、ね、なかなかやるね。あー、計略！ナイス。さあ。もうモヤモヤ回収して傷薬、これは経験値。あ、やっぱり黄色いラーも経験値なのか。ああ、ここにもあるシルバーで。お、鋼は熱いね。よし、もう締めますか。もういけそうやね。誰で倒す？クロードかな。はい。まあ、こうしてみると最上級職のレベル30ってかなり遠いな。ああ、やべ。硬いなこいつ。森から殴るか。しゃあない。いい。強い。ラファエルも今なし倒したら23になりそうかな。ちょっと経験値稼ぐか。はい。こんなもんかな。あ、こういうの使っとく。もうあるし。どんぐらいもらえてんのこれ。10。推理ないか。これで終わるかな。おー、余計なことしかも食らうし、くっそやりやがったなあいつ。まあ、1ターン分経験近すぎできるけど。はい。
もうやったな。瞑想強くないこれ。え、絶対死なんだよけど、あの感じなら。あ、神速。神速使えばよかった。このタイミングで。あの野郎。クラム使っとくか。倒せ、頑張って。この大撃の構えも結構強いよね。5ターンの間、射程外の距離から攻撃された時に反撃できるようになる。射程外も OK なの？え、かなり強スキルじゃない？要は、ああいう曲射とかも全部跳ね返せるってことやろ。あ、見えてなかった。てか、アーマーキルありがてえ。いや、めんどくさいことするわ。普通に来た？よし。あ、レベル上がらんか。なんとか勝てたかも。先生。いやー、なかなか骨折れたわ、でも。前半の、あれ、猛攻やばかったね。うん。え、冷めてんな。私、実家に寄って兄さんに文句を言ってくるわ。二人は先に戻っててね。病気なんでしょう。大丈夫、文句言って。うん、すべていけたね。魔封じの盾。なんだ。魔力も上がる。タイマ。あ、タイマ。あ、魔物じゃなくて魔法のことね。いや、これ、ラファエルに戻せたらいいんじゃない？十分硬いしね。大きな銀塊かよ。巨大をくれよ。助けた報酬結構地味やったな。ラファエルか。あ、これ嬉しいんやってね。強いしね、この。ゴネリル戦機隊。ファルミラ傭兵団。どんどん強くなっていく。彼らも本気でホドラの喉元を超えようとしてるわけじゃないんです。え、何なの？遊び？いや、本気の時もあるかもしれないけど。え、何なの？今回みたいな小競り合いは違うというか。スポーティーな感じ？スポーティー戦争。たまにああやって小競り合いを起こして武功を立てて強さを誇りたいんだと思う。え、その命をかけてやらんなことそれ。そんなことで死人まで出して、ね、バカみたいでしょ。やべえ人種やな、ファルミラ人。それで戦いの後は決まって宴が開かれて、身分も関係なく朝まで大騒ぎするんです。詳しいな、ツイリル。死んだ仲間を弔う意味もあるんだけど、ただただ騒いで盛り上がって。いや、死人、え、そんなんで死人出まくってさ、人減ってくんじゃない普通に。そういうとこ本当にバカだけど、嫌いじゃなかったから。やべえ、それだけ子供もいっぱい作られてるってこと。帰りたくなった？それはないよ。僕の居場所はここだもの。それに国としてのパルミラは好きじゃない。もう捨てたようなもんか、パルミラは。武功を競ってる暇があったら、親を失って困ってる子の面倒をちゃんと見てほしいし。そうなるよね。いや、それが一番切ないわ。戦争孤児。疲れた。じゃあ兄ちゃん見してよ。先生、チリル君、お力添えありがとうございました。いや、にしてもヒルダちゃんと強かったわ。遅かったね。兄さんには会えたの？でも文句なんて言えなかったよ。だいぶ病気やばいってこと？会ってみたらね、青い顔してやつれちゃってるし。やばいや。全身から謎の湯気が立ってるし。何それ、何それ、謎の湯気。戦場に出るギアセカンド。変なキノコを食べて当たっちゃったんだって。何しとんの？いや、仮にヒルダ駆けつけなかったら突破されとったよ、あそこ。それでパルミラ軍を撃退してきたよって言ったら、すっごく褒められちゃって。
ヒルダもヒルダって軽いな。先生やチリル君のおかげなんだよって言ってるのに全然聞こえないの。案外あれなんか、あれ兄ちゃんが妹のことすごい好きなの。そういう、え、そういう設定あったっけ。そっか、褒められたんで嬉しくない。まあ嬉しくなくはないんですけど、それよりも面倒なことがあって。何？兄さんたら家督も辞退しそうな勢いで。どういうこと？それはもう全力で拒否しましたけど。え、病気したから、キノコ食ったからってこと？その代わりにこれなんだかわかります？何？かっこいい斧だ、ね、は？ご褒美にもらったの。なんか見た目すごい気持ち悪いけど、これあれか、ヒーローズでヒルダ登場してるんですけど、ヒルダ持ってる斧ってフライクーゲルって斧なんですけど、もしかしてそれ？うん。あ、そうだわ。フライクーゲル、ゴネリル家に伝わる英雄の遺産なの。俺も俺でよう名前覚えとったな、これフライクーゲル。まあ、覚えやすい名前やよね。私を持ってる、私が持つべきだって。え、兄ちゃん持ってないの？強引に押し付けられちゃったけど。無理ですよ、私が持つなんて。いや、すげえな、ガイデン。ガンガン英雄の遺産来るんやけど。先生、お願いです。え、なんで？私の代わりにこの斧を預かってもらえませんか？え、いや、適応しなかったら魔物になるんでしょ。これいるか。どっちも否定やけど。なぜ自分が。英雄の遺産は恐ろしい武器です。恐ろしいわな。半人前の私には分不相応に過ぎます。そうでもないよ、かなり強いぞヒルダ。信頼して託せるのは先生だけなんです。珍しいね。でも私を助けてください。こんな真剣に困ったヒルダって初めてかも。いるんかこの選択肢。どっちも一緒やけど。そこまで言うなら先生が使おう。よかった。あ、いつものヒルダに戻ったね。どうしようかと思っちゃいましたよ。こんな物騒で可愛くない。可愛くないわな、確かに。私には似合わないっていうか。ちょっとデコったらいいんじゃない、キラキラにしたら。よく見るとピクピク動いてる。動いてんの。生きてるみたいで気持ち悪いんですよ。それは気持ち悪いわ。あ、でも先生が使えって時は使えますし。じゃあ持っとけって。使ってもらっても構わないんで。あ、一応使うことはできるのか。あとはよろしくお願いしますね。いや、ヒルダもスタメンだな、英雄の遺産あるんなら。いや、そしたらだいぶ固定メンツが増えてきたんやけど、大丈夫か、うちの軍団。ヒルダってすごいな。ほん。先生無言。無言でうなずいたわ。フライクーゲル。紋章一で戦技、却下？防火？防却の却ですよね。なんて読むんだろう。ちょっと待って待って待って。はい。今捨てるとこやったな。で、これか。結構やる気上がったんじゃない？いや、そうでもないなぁ。じゃ、あー、でも、あー、やっぱりスタメン軍団が全部やる気ねえ。ちょっと片付けてきます。よし、こんなもんかな。お？私、仲良しの馬がいるので、馬術ならなんとかなると思うんです。それに槍術などを組み合わせたら、なんとなく強くなりそうな気が。え、ソシャルナイトやんけ、それ。あー、却下。誕生日あるけど、誰だ？フェリックス。お茶会とかめんどくせえな。花をやろう。礼を言おう。で、あ、フェリックス。フェリックス。フェリックスちょっと使い切れん感じするんやってね。
ちょっとステイかな、今回は。急に仲間になったしね。終わった。あ、これね。まあ、そっか。いやー、ラファエルはグレートナイトになってほしいしね。お、めっちゃ上がった、めっちゃ上がった。本質が見えてきたよ。いや、ローレンツも使ってやりてぇ。少し、わかるような。理解が深まると、嬉しいね。いいね。やっと覚えたわ、ライブ。掴んだな。フェリックス使って、フェリックスも、リザーブ最強の回復魔法じゃないですか。少しは分かってきたな。剣殺し。いや、フレンもヒーラーとしても、頭一つ出てしまったな。で、またいろいろできるけど。結構上級職増えてきたよね。あ、リシテ忘れとったわ。ビショップにさせてあげたい。それでも 65% か。レオニーは相変わらず。何なら無難にスナイパーやらせる感じかな。こんなに上がってない？まだシートがか。おかしいな。フェリックスもなんもね。あ、イングリッドもか。なかなかな。ドラゴンナイト。斧をやれば、行くのか。一応今上げ、頑張って上げとるしね。フレンはまだ。とりあえず、リシティア、暇しとるし、ビショップ行っちゃう。ちょっとセーブしていきます。よし。だから 65% 超えた。いけ。頑張れ天才。どうだ。いける？いった。すげえなマジで。合格？当然ですよね。いや当然やよね。すげえなマジで、無駄が一切ない。完璧すぎる。魔法どんだけ覚えとるんこれ。いやーやっべえわ。あーしたら散策行ってこようか。まだ結構支援も溜まったもんね。やる気てか、これ、ここでやる気稼いでも。え、月曜日に、押し入るやつないんやけど。え、散策行く意味ある？やる気上げるのが利点やよね。あー、もうこっち片付けちゃうか、さっさと。結構目障りだしね。報酬って手もあるけど。いまいちこれの使い方よくわからんしな。みんな散策行ってんのか。散策にする？では、散策行ってきます。